で、まあ、ちょっとセットリスト戻りますと、まあ、ミュータントねありまして、うん、ちょっとなんか MV に寄せたというか演出というかね座ってる感じでしたけど、うん、あれも良かったね。いやミュータントえぐない、うん、あのあやねさんのダンスが、うんうん、私もう全然日頃ダンスとか分かんないんだけど、うん、なんかよって思ったなんか難しいじゃんダンスの世界って、まあ、なんかその喜怒哀楽とかさちょっと難しいなとか思ったりするけど、うんうんうん、もうスッと入ってきたねこれは。うーん、なるほど。めっちゃ悲しい感じがこう分かる、うん、初めてダンスの表現のあれが分かったかもしれないと思った、あそれはいいね。うん、ああもうあやぺさんかあの感激するようん、ここ採用ですよ。それはなんかダンサー冥利に尽きるだろうよ。もうマジあやねさんのダンスがつくことによって悲しみとか苦しいとか、まあ、その、うんうんうん、その曲の世界なんだろう、その自分と相手のことを思った恋の歌だから、うんうんうん、その葛藤とかが、うん、いやマジで分かりました。ダンスもう本当そのすごい、本当表現者ってすごいなって思った。すごい、いやだからリコリの感性だよそれは本当に。マジ感性だよ、あなたの感性があって初めてさ、やったやった、それがそのそういや本当そうだと思う。いやなんかもうめちゃくちゃ感受性豊かだなって今聞いてて思ったわ本当。いやなんかねっていうのもその後半に言おうかなって思ってたんだけど、うんうん、その福岡がもうねすごかったんよ、そのイレギュラーなことが起こって、はいはい、なんかちょっとタイムラインで見た気がするけど、そうそう、まずあの開演時間が30分ぐらいオーバーしたのね、うんうん、でまあ始まるじゃん、うん、だけどもう全体的にもえ効果え千秋楽みたいな感じでもう全部熱い、まあマジで本当に熱くて、はい、演者がよりそのなんか熱量でやってくれてて、ダンスの表現とかも別に大阪公演でもあすごいなとか思いやったけど、うんうん、もう効果がもう特にそれが爆発しとってすごいもうビシビシくんのよ、うんうん、もうビシビシはもうすごいめっちゃもう熱い、もうこれをうまくね言えないのが苦しいですけど本当にすごかったの。もう福岡こそ円盤した方が良かったねみたいな。あーそうかー、なるほど、ね、本当に皆さん本当にすごくてありがたい。またちょっと後で話します。あ、はいはい、はい、次行きましょう。はい、で次がね、ハルシアンね、意外だよね。びっくりした、うん、懐かしいと思って。そう、私さハルシアン大好きだからさ、うんうん、できたと思って。おお、本当だよ。あれですね、後半にあの舌打ちのあれがあるんですけど、生で聞けちゃってね。大好き、本当舌打ち大好き、舌打ち大好きあれ なんか生でライブで聞けるのはかなりレアだぞと思って、うん、いや良かったですね、うんうんうん、ここでやっと MC が入ります。うんうん、長い、すごいよね、うん、すごいよ、あの喉強っ本当今ここまでが13曲やりましたって言って、はみたいな、うん、うん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 、はいやみたいなのもあるしね、うんうんうん、そうびっくりしたけど。